コドナチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。いっちょです。前回の動画で、僕がおすすめするユニクロのアイテムベスト5という動画をご紹介させていただきました。で、実際にベスト1、2に選んだアイテム、買ってきたんですけども、今回はですね、そのナンバー2に選んだこちらの N3B ジャケットですね。N3B のジャケットを使った、着こなし4コーデをご紹介したいと思います。まあ、なかなかN3B ジャケットって、そこまでいろんなね、お店の店頭でこう、買えるような商品じゃなくて、本当まあ、実際にこう、ミリタリー、もともとはミリタリーのアイテムで、結構カジュアルベースのアイテムではないので、あんまり皆様、着たこともない人も多いと思うし、あと結構雑誌とか、まあ、ウェブ上でもあんまりこう、N3B を使った着こなしみたいのを、そんな目にすることがないと思うので、まあ今回はね、僕も一応7年間古着屋やっておりますので、まあなんか前回はバイヤー視点でちょっとこのユニクロでおすすめのベスト5をご紹介させていただいたんですけども、まあ今回は店頭の実際のね、古着屋の販売員として、まあ、たくさんの人にたくさんの服、本当おすすめさせていただいたし、まあたくさんの着こなしも提案させていただいておりますので、まあ、この N3B もね、皆様のちょっと参考になるような、着こなしを、ご提案できたらなと思ってこの動画を撮っています。で、今回は4コーデ、コーディネート実際に組んでおり、みましたので、まあ本当はちょっと7コーデぐらいやってみようかなと思ったんですけど、ちょっと時間がね、あまりなかったけど、ちょっと早めに動画出した方がいいかなということで、今回は4コーデの、コーディネートをご紹介させていただきたいと思っております。それでは早速ですね、まずはスライドショーでちょっとその4コーデの、着こなしを見ていただいてですね、その後にちょっとこの N3B、まあ、どうやって着こなしたらいいのかっていう解説も、していこうと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思っております。あ、そうだ。あと、前回の動画でプレゼントの応募方法を告知できなかったんですけど、今回はちゃんとね、プレゼントの応募方法も動画の最後に告知させていただくので、ぜひ最後まで見てください。それでは早速スライドショーから、ご覧ください。ということで、ユニクロの N3B を使ったコーディネート4コーデ、ご覧いただきました。で、まずコーディネートの解説をする前に、ざっとN3B のですね、特徴を、解説していきたいんですけども、まあ、まず N3B ってそもそも何なのって、ちょっとやっぱ英語の文字のね、まあ、英数字の羅列でちょっと、わかりにくい名称なんですけど、N3B って元々は1950年代半ば頃にアメリカ軍のフライトジャケットとして、使われていたアイテムになります。で、冬用に、使われる N3B のフライトジャケットで、で、なんかフライトジャケットっていうと結構パイロット用のジャケットとか短い、MA1 みたいに短いイメージがあると思うんですけども、この N3B に関しては、まあフライトジャケットって言っても地上作業員用の防寒具でして、ちょっとほんと丈がね、この腿ぐらいまである、デザインとなっております。で、フライトジャケット、みんなが思ってるのは多分丈が短いタイプはパイロット用で N2B っていうシリーズもあって、それだとこの N3B をちょっと丈を短くしたタイプの、ジャケットになっていて、まあ N3B に関しては腿まで丈の長さがあるような、まあより防寒性に優れたアイテムとなっております。で、結構 N3B に関しては、まあ、この中綿入りでボリューム感もすごいあって丈が長いということで、割とね、ファッション的にはちょっと着こなしにくいんじゃないかって思われるアイテムなんですけども、結構なんかこの N3B に関してはそのコーディネートのバランス感によっては非常に着やすいアイテムで、まあ、まずじゃあ一コーデ目解説させていただきたいんですけども、まあ、一コーデ目は
僕が、秋物購入品紹介で紹介したですね、古着のヘンリーネックと、あと、ベッドフォードの、リブ付きの、スラックスを合わせました。まあ、こちらのコーディネートに関しては、まあ、アースカラーの、ちょっと着こなしということで、アースカラーをね、こう着こなす動画を、の中で、アースカラーの使い方、いろいろご説明させていただいたんですけども、まあ、アースカラーでも全体、コーディネート組んだんで、基本的に色味はね、こう、アースカラーでうまくなじませるような、着こなしになってます。で、パンツのシルエットが、テーパードシルエットって言って、裾に向かって、細くなっているようなタイプのパンツで、比較的こう、上にボリュームあるアイテムって、なんかあんまりパンツもこうワイドシルエットのものは合わせるとボテッとしてしまうので、なるべく裾に向かってこう細くなっているようなパンツのシルエットが相性はいいです。まあこういうテーパードのシルエットか細身のパンツが相性いいで、ちょっと生地ががっしりしていてワイドなシルエットのものに関してはちょっとボテッとしすぎて合わせにくいということだけ覚えておいてください。で、一つ目の着こなしは、まぁ、こんな感じで、ちょっとテーパードシルエットのパンツに、古着のヘンリーネックの、まぁ、カットソーを合わせて、ちょっとまぁ、ミリタリーっぽい、ちょっとやぼったい要素も残しつつっていう、まぁ、スタイリングですね。こういうスタイリング、まぁ、大人の人とかはちょっと渋さが出ていいかなって思います。で、ちょっとなんかこういうスタイリングで、なんか、顔が若干負けてるなと思ったら、こう、サングラスを一個、ね、目に、持ってきてあげて、なんか顔にちょっとインパクトを出してあげると、より、こう N3B に負けないコーディネートになってくれると思います。それから二つ目の、コーディネート解説していきます。こちらはですね、ギャップのチェックシャツに、白のヘインズの T シャツに、ブフトっていうブランドの、アイスブルーのデニムパンツを合わせて、まあ、靴はコンバースで合わせたスタイリングですね。まあ、このコーディネートに関しては、結構皆様の、持っているようなアイテム、あと結構どこでも買えるようなアイテム中心でコーディネート組んだので、結構真似しやすいコーディネートかと思います。本当はなんかこの白 T にアイスブルーのデニムくらいでもいいんですけど、まぁ、ちょっとそれだと寂しいかなと思って、この赤のチェックシャツを、合わせました。まぁ、別にこのチェックシャツに関しては赤じゃなくて全然黄色とか青とかそういう色持ってきてもいいんですけど、まぁ、ちょっとこのね、なんか寂しいかなってとこでチェックぐらいをこう、なんか締めて入れるよりちょっと開けてさらっと入れるぐらいが個人的にはバランスいいかなと思って、シャツを開けてね、ちょっと差し色に、使ったようなコーディネートです。で、これもパンツ結構細身のシルエットのパンツで、こんくらいの細身のパンツで、こんくらいの細身のパンツだったら、まあ、コンバースぐらい、ラフなスニーカー合わせてあげて、まあ、バランスは取れるかなと思います。で、ちょっとグランジっぽいこの、スタイリングなんですけど、よりグランジっぽさ出したかったら、まあ、パンツの色黒とか、ブラックデニムとか、あと黒スキニーとかに変えてあげても、かっこよく決まると思います。で、こういうスタイリングだったら、ちょっと80s っぽい雰囲気とか出したかったら、なんか金フレームの、まあ、それこそ、まあ、これ別個だけど、まあ、なんかこういうメガネとかかけてあげたりすると、まあ、より雰囲気も出てかっこいいんじゃないかなって思ったりしてます。はい。じゃあ続いて3つ目のコーディネート解説していきます。まあ、3つ目のコーディネートは、ちょっと、まあ、1パターン目、2パターン目、上、この開けて着てるタイプのコーディネート組んだんで、次はちょっと締めてコーディネートを組もうかなと思って、じゃあ締めた時になんかパンツでこうちょっとアクセントになるパンツ持ってこようかなと思って、お店にちょうどこのチェック柄のボンテージパンツがあったんで、チェック柄のボンテージパンツを、合わせました。で、まあこういうパンツを合わせると結構こうパンツでそれなりにアクセントが出るんで、まあ締めてても結構こうコーディネートとして華やかな印象のコーディネートになります。で、これ逆にこれ締めてないとちょっとインナー色合わせとか結構このチェックとか持ってきちゃうと難しいんで、逆にこういうチェックパンツとか合わせたい方は、なんか変にインナーとかで色足したりするより、なんかシンプルに、まあなんかタックインとかして T シャツ合わせちゃうぐらいか、それかもうなんか本当に前締めちゃってぐらいの方が着こなしやすいかなって思います。やっぱりなんかファッションの原則として、あんまり足し算しすぎるとなんかかっこよくなるどころかちょっとかっこ悪くなったりするんで、基本的になんかこういうチェック柄のパンツとか持ってくるときは、なるべく上はガチャガチャさせないようにシンプルにっていうのをちょっと心がけると、スタイリングうまく
組めるかなって思います。でこれでまあなんか靴もねブーツで合わせてなんかいい感じかなと思ったんだけど、ちょっとやっぱり顔がなんか僕そんなに濃い顔でもないんで、なんか顔が薄くて、ま、服に負けてるなと思ったんで、ちょっとサングラスをね、付け足してこうバランスをとってコーディネートを組みました。でこの上も締める時もなんかこうあんまりこう普通に全ボタン締めるとちょっとなんかポテッとしたイメージになるので、上だけ締めてこうね下はちょっと A ラインを作るようにしてあげると、こう A ラインからちょっとパンツはちょっと細身のシルエットでっていう、こういうシルエットの作り方だと結構なんかスタイリッシュな、雰囲気で着られるのかなと思うので、まあ、こうやって締めるときはちょっと A ライン作って着てあげるのが個人的にはおすすめです。はい、それから最後4つ目の、コーディネートになります。でこのコーディネートを組む前に、あ、そういえばあのこのフードのねこのファーが取り外せるこのデザインになってるんですけど、取り外してるパターン撮ってねと思って、あの取り外して、撮りました。ちょっと雰囲気が変わってってなった人、びっくりした人いるかもしれないですけど、このね、N3B、あのこのファーが取り外せる、仕様になってます。で、まあ4つ目何合わせようかなと思ったんですけど、まああのインディゴデニムで、しかもこのちょっと膝にがね立体裁断になって、ちょっとこのステッチがちょっと入った面白いデザインのデニムがね、ちょうどお店に入荷してたので、なんかこのパンツ使ってやろうかなと思って、このインディゴのデニムの、パンツを使いました。でちょっとこのインディゴのデニムのここの膝の部分のステッチの色味があの黄色ぐらいの色味だったので、まあそこに合わせてちょっとマスタードのニットを、インナーに使ってっていう色合わせで、だからちょっとなんか今までよりもこう色使いがポップな感じで、まあこういうポップなアイテム使っても全然なんか使ったらちょっとミリタリーのこう武骨なイメージがなんか若干和らいで、なんかポップさみたいなものが出るので、ちょっと可愛く着こなしたい人とかはこういうマスタードとかのニットとかね中に入れてあげて、でインディゴぐらいのデニムでまあバランス取ってあげると、こういう可愛くも、着こなせると思います。でまたこういうスタイリングもね、ちょっとメガネとかでアクセントつけてあげてもいいし、まあなんかちょっとキャップとかかぶったりニット帽とかかぶるとよりなんかちょっとフレンチっぽい雰囲気というか、まあそういうおしゃれな雰囲気も出るんで、そういう小物でアクセントを加えてあげても、いいかもしれません。はい、ということでまあこんな感じでね、4つのコーディネートを解説させていただきました。で実際にやっぱりあのこのコーディネート組んでみての感想なんですけど、まあ、やっぱりこのこれダブルジップなんで、この A ラインも作れたりとか、あとこのファーが取り外しができるってとこで、結構あの一つのアイテムなんだけど、なんかこう何通りも表情を変えられて着れるアイテムっていうのは、すごい着こなしの幅がこう一気に広がるので、いいアイテムなんじゃないかなと思いました。しかもあの実際に僕ね、本当雨の日にこれ着て、あ、僕自転車通勤なんでね、雨の日自転車ちょっとこれもう傘ささずに着て出てみたんですけど、まあ実際雨も結構弾いてくれます。ただそんなに完全防水ってわけじゃなくて、やっぱり雨は多少染み込んでしまいますけど、まあ普通に防寒性はやっぱ高いなと思ったのと、まあ雨もそれなりにしのげるなって思ったのは一つ、特徴ですかね。まあ7990円にしたら全然やっぱ機能性は高いなっていう風に思いました。でそれからやっぱりこうコーディネート組んでて、ちょっと太めのパンツも合わせてみようとか思って、結構何着か太めのパンツ合わせたんだけど、やっぱり太めのパンツを合わせてしまうとちょっとバランスが取りにくいなって思って、やっぱボリューム感のあるアイテムなんで、まあ太めのパンツでももちろんバランス感うまく取れば合わせられるとは思うんだけど、まあなんかあんまり無理に太めのパンツとかを持ってくるよりは、ちょっと細身のパンツ、テーパードがかかったシルエットのパンツ、持ってきていただいた方が、すっきりうまく合わせられるのかなって思います。で、あとやっぱりミリタリー独特のこう武骨なね、デザイン性もあるんで、顔が負けちゃうってこともあるんで、そういう時はこうメガネとか持ってきたり、サングラスとか持ってきたり、まああとキャップとかニット帽でうまくこうアクセント加えたりね、なんかそういう小物使いも、一つ、キーポイントになるんじゃないかなと思うので、ぜひなんかうまくしっくりこないなって人は、小物を使って、バランス取ってあげるといいかなって思いました。はい、というわけで、こんな感じで、N3B の、解説は終わりたいと思います。
まあ、ぜひね、N3B 買おうか悩んでましたっていう方とか、まあちょっと今まで挑戦したことなかったけどずっと気になってましたって方は、今回のね、このユニクロ今7,990円で、お買い求めいただけるので、まあ試してみてもいいんじゃないかなと、思います。それからですね、最後お待ちかねのプレゼントコーナーなんですけども、一応この N3B ちょっと僕私物で結構何回か着てしまっていて、なんなら雨の日もちょっとチェックがてらね、防水性とか防寒性確かめるために、着てしまってるんですけども、まあそのね、僕の着た古着でよければプレゼントをさせていただきますので、ぜひ欲しい方はですね、僕のこのコドナチャンネル、チャンネル登録した上でですね、僕インスタグラムもやってるんですけども、僕のインスタグラム、この動画説明欄の中にリンク貼ってありますので、そちらをフォローしていただいて、そちらの僕のインスタグラムに DM を、このね、コドナチャンネルをチャンネルの感想を明記の上、DM をください。で、その中からですね、残念ながらなんですけど、1名様だけにですね、プレゼントをさせていただきたいと思います。本当はね、みんなにプレゼントしたいんですけど、ちょっと一つだけで、ご勘弁してくださいということで、一つだけ、1名様にだけ、プレゼントさせていただくので、で、期間が、10月末までと、させていただきますので、欲しい方は10月の末までに、僕のインスタグラムに、DM いただければなと思います。はい、ということで、じゃあ今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。次回か、もしくはちょっと一回他の企画挟んで、その次には今度ユニクロでね、僕がベスト1に選んだモッツコートの着こなしもね、ご紹介してしたいと思いますので、ぜひそちらの動画も、お楽しみにお待ちください。はい、じゃあこんな感じでね、今回の動画は終わりましょう。コドナチャンネル毎回ですね、こういう感じで、ファッションに関する動画を投稿しております。もし参考になった、気に入ったという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録、あと高評価もよろしくお願いいたします。それでは、この辺でお別れとしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でもお会いしましょう。バイバイ、いっちょでした。